痛いじゃない、一発一発だからね。外しちゃったか。まあいいわ、許してあげる。夕飯の支度よろしくね。ユリネが攻撃を外すなんて珍しいですな。今日のおかずはホイコーローですな。キャベツと豚バラが安かったんですな。はあ、うん、うん、おいしい。ユリネホイコーロー好きでしょ。ん、ユリネ、ええ、大好きよ。あんたのホイコーロー美味しいもんね。それにしては箸が全然進んでませんの。もうお腹いっぱいになっちゃった。ん、少し横になるわね。まだこんなに残ってるのに、安い豚バラだったからかな。いや、安いとは思えないように仕上げたはずですの。やはりうまい。ユリネがホイコーローを残すなんておかしい。ユリネ、今日なんか変ですの。熱でもあるんじゃ。熱い、すごい熱ですの。だだだ、よけたよけ。39度、人間の39度ってかなりヤバいんじゃ。うどん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 、熱冷ましの座薬を。あ、薬ありませんの。とりあえずこれでよし、安静にしてますな。チェ、よくねえですの。なんでユリネにこんなことしてやらなきゃなんねんのよ。そもそも私が未だに魔界に帰れないのもこいつのせいじゃないか。ザザースザザース、ナスナザース。機関の呪文も知らずに私を呼び出して、術者が死ぬしか私が帰る方法はないってのに。私はバカか。こんなに弱ってる今こそこいつを殺す絶好のチャンスじゃないか。邪神ちゃん、あ、水、し、知らねえですの。水くらい自分で汲みな。あ、これ死ぬ、放っといたら絶対死ぬパターンなんじゃね。やったー、長かった戦いもこれで終わりですな。シャー、魔界に帰る前に遊び倒してこうよ。私が手を下すまでもなかったな。グッバイユリネ、人間界の生活も悪くなかったですな。やっと魔界に帰れる日が来ましたな。開店まで限定で、帰りにカレー食べ納めしておこうっと。その頃にはユリネ死んでるかな。もう二度と会うこともありませんの。寒い。どうよこれ。熱がすごく高いし苦しそう。すぐ病院に連れて行かないと。よし、じゃあ私車出してくる。邪神ちゃん、ユリネちゃんを下まで頼む。合点承知の助。メデューサは治療費。はい。ベートはお留守番。車ってこれか。おう、神保町みたいに細い路地がたくさんあるところは小回り利くし便利なんだぜ。あ、え、そう。しっかり捕まってろよ。え、うわぁ、聖剣のことは守りますの。薬も飲ませたし、もう大丈夫だな。お医者さんも数日で良くなるって言ってたし。うん、よかった。わっ、しっかし邪神ちゃんがユリネちゃんを助けるとはな。だからいつも言ってるでしょ、邪神ちゃんは根が優しいって。バカなこと言うんじゃねえ、私は悪魔だ、殴るぞ。もしユリネをほったらかして何かあったら
私がお前らに軽蔑されるだろ。魔界にも帰りたいけど、私はお前らを失う方が困るんです。とか言いながら、本当はユリネちゃんが心配だったくせに。余計なこと言ってるとステーキにして食うぞ、このバカ。メデューサ、お前も調子に乗るなよ。私が必要なのはお前の金だ、お前じゃない。はいはい、くすー、ちゃんと聞けよ。まあ、静かにしろって。ユリネちゃんが起きちゃうだろ。そうでした、ごめんなさい。じゃあ私たちは部屋に戻るから、あとは頼んだぞ。サンキューですな。さて、人間界には夢枕に立つという言葉もあるし、枕元に立って朝までユリネを見守るか。安眠できるように歌いますな。あの日あなたと私はあなたの紐、四畳半の二人の部屋は本で埋め尽くされていて、あなたは幸せそうだったけど、私は床が抜ける心配ばかり。ああ神保町二人がいた青春、その歌。あ、起こしちゃったか。この歌は私のオリジナルソング、神保町愛歌ですな。6畳まであるんですな。道路じゃあるまいし。道路は14号までありますな。名曲ですな。道路は507号まであるわよ。国道じゃねえよ。神保町愛歌は6畳で私とあなたが2人揃って風船で空へ飛び立つんですな。ちょっと興味を持ったわ。それじゃあ歌の続きよ。勘弁して。じゃあしんちゃん、ありがとうね。医者に連れてったのはミノスだし、病院代はメデューサの金ですな。礼ならあいつらにいな。私はお前がどうなろうとどうでもよかったんですな。はあ、なんかお腹空いちゃったな。何か作ってよ。しょうがねえな。生姜入りの風によく効くべちゃべちゃの米でも煮てやりますな。食欲があるってことは回復が早いってことですの。やばい、ドロップキックの仕返しされる。何もしないわよ。そっか。酒は飲むとも飲まれるな、風邪は引くとも引かれる。